といえば英語を使わない楽天株式会社のイーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。再び使わない？英語使いません。どういうことでしょうか。全く使わないんですね。なんか入社後のギャップにもなるんですけど、まだ業務始めてから一回も英語を使ったことがなく業務進めております。あのトイックの足切りは何のためだったんでしょう。本当に教えてほしいです。なぜトイックを取ったのか。ということで本日もですね、楽天社員のイーさんにお越しいただいて、実際年収はいくらもらえるのか、そして何時間働いてるのかね、伺っていきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけど、はい、年収のところから聞いていきたいと思います。はい、1年目年収から1000万に行くまでの推移というところ、お伺いしてもよろしいでしょうか。1年目は額面で400万円いただきます。月額月30万いただいてて、ちょっと待ってください、月額っていうとこ楽天ですね。携帯料金か。ボーナスですとかインセンティブ込みで大体プラス40万、合計400万かなと言ったところでしょうかね。月数30ってめっちゃ高いですね。めっちゃ高い、ずっと高くてですね、日本の企業だと2番目っていう風に。あ、そんなにあります。はい、そっからどのぐらいで上がっていくんですか。基本的にこちらも実力とか年次関係あるんですけど、大体1000万までは平均で10年なるほどかかります。大体その30超えたぐらいが部長クラスなので、それぐらいが1000万到達の目安かなという風に思います。ただ実力っておっしゃられたんですけど、はい、当然あの33歳になったとしても1000万到達しない人もおられます。楽天の給与のシステムが基本給プラスでボーナスがもちろんあるんですよ。2、3年目の人でもそちら実績積まれる方が1000万超えてるケースがあります。2、3年目でリーダー職の方1000万到達してる人も聞いたことあります。マジ？楽天の社員の方でお金をたくさんいただいてる人っていうのはやっぱ社内評価がめちゃくちゃ高いです。そうです、社内政治もあると思いますし、一概にも数字だけめちゃくちゃ上げてるからすごい年商もらってるっていうわけでも、でもないですね。楽天の5つのブランドコンセプトってあるんですけれども、ゲットシングスダンですとかスピードスピードスピードみたいなのをすごい大事にしてる会社で、なんじゃそれってなんじゃそれってなんでそれ一緒なんだ。そういったのがコンピテンシー評価になってくるんですけど、そういうのを体現してて部内で1位とか数パーセントの割合なんですけど、出してる人が3年目とかでも桁が1個違ったりとか役職上に行けたりする感じですね。大手企業なのに早い年次から1000万を目指せる企業と、っていう風に僕は思ってますし、若い段階から成長したいとかスピードを持って取り組みたいみたいな人は本当におすすめな企業かなと思います。逆に活躍できない人からしたら、はい、やっぱ給与あんま上がんないんですか。上がんないと思います。なるほど、個人給に注目されがちで。そういうことですか。そうなんです。そんな気がしたんですよ。1年目ボーナス8万ですからね。10万で税引かれて8万円です。めちゃくちゃ少ないです。いくらだと入りたい。いや無理。俺はぬるま湯に浸かりたい人間だから無理っす、うん、だから銀行選んでたんだけど。まあ上がる前に言っちゃったんだけど。うまみえってな。足場とかのタイプ。いや働き方もやばいんじゃないかなと思って。朝何時から何時まで。楽天って月曜日が朝会というものがありまして、朝8時から夕方の4時半までなんですよ。定時月曜日が、はいはい、で残りは9時5時半1時間後倒しになるんですけど、やはりその通りに帰ってる人は先輩では見ないですね。部長とか上のクラスになると、上になればなるほど残業率が高くなります。確実に残業してます。そうなんだ。銀行とかだと上が早く帰ったりする文化あるんです。逆です。逆です。それって会社から強いられていやいややってるのか、もうメラメラ燃えながらやってるのかってどっちなんですか。メラメラ燃えながらやってる人もいますし、やらされてる人もいるかなって。でもリーダークラスの人は基本的に仕事が好きなので、これも楽天の文化の一つなんですけど、プロジェクトが何個も同時に始まるんですよ。2個3個。そのプロジェクト進行が複数あることで業務が長引いてる原因これかなと思います。繁忙期がある、定期的にあるかなと思います。これからだと1年中繁忙期なんですよ。1、2年目とか若手社員とかそのあたりはどうなんですか。基本的に長くても19時、20時あたりでは帰ってます、はい、常識の範囲内ですね。常識の範囲内でね、帰ってますね。朝は何時ですか。8時50分に来る人が結構多いですね。無理して残業するとかして、はい、全然
残業しろとか圧は全くないので、はい、続いてですね、英語を使わないってオープニングで、あ、はい、僕のイメージはそんなわけはなくて、トイック仕切りとかあるじゃないですか。あれは何なんですよ。僕も入ってから本当に衝撃的で、使いたいと思って楽天入社したんですけど、関わる人が日本の法人のお客様とか、もちろん働いてる仲間も日本人なので、英語を使うまでもないんですね。それはそうですよね。なので、これが本当に衝撃的ですし、なぜこんなにグローバリゼーションを語っておきながら、日本語ばかり使うのか。英語を使わない部署が多いのか、うん、英語を使う部署が多いのか。割合で言うと、どっち？圧倒的に使わない部署が多くて、使う部署といっても、エンジニアの方、マーケティング部の方が1割程度。上の方は英語を使って社長三木谷さんとかとお話しされるので、社長との会話は英語なんですよ。副社長とか部長の方はプレゼンとか社長と話す機会が多いので、そういう時はなぜか英語なんですね。英語を使いたい方はマーケティングの一部。はい、ということで本日もですね、楽天のイーサーにお越しいただいて、実態はどうなのかというところを調べていきました。僕らの動画がいいと思ったらですね、チャンネル登録をですねお願いいたします。お願いします。ということで皆さん、バイバーイ。バイバイ。最終で面接だと気づきました、マイナビの A です。はい、どうも、純白すぎて笑顔で出社、 NTT ドコモです。終電前に玉川のみ、どうも楽天です。年収1500万超え、商社のトップ、どうも伊藤忠です。よろしくお願いします。トップが来ました。楽天モバイル出向9割、新卒の振り分けがそういう風になった。21年卒と技術卒の方の9割程度が楽天モバイル出向配属されてます。あ、採用人数は何人ぐらい？2年続けて700名超えてまして、700強が入社してきました。うまくすぎて笑顔で出社、 NTT ドコモです。ありがとうございます。1年目から5年目は300万から500万ぐらい、1人で30から、残業代入れるって大体1000万、めちゃくちゃホワイトかな。基本的には700から800ぐらい、2年目に上がると人によっては1000万いきますし、4年目で1200ぐらい、6年目で1600、700ぐらいっていうような状況で、1年目で400万いかないぐらいで、2年目になると400万円から500万円、最初の5年はほとんど変わらない。ただ5年ぐらい経つと、まあ、600万円ぐらい、30代前半で700万、まあ、40代課長になると1000万。社内の立ち回り超大事、もっと前のみ A です。実力スキルで年収変わる、元前走の A です。がっつり9割営業、元 JTB の A です。社会を打たず激詰め、野村証券 A です。お願いします。社歌って何ですか？会社の歌です。